こんにちは。今日は、まあ、イタリアのこう安いスーパーマーケットのトディスっていうところで、まあ、ちょっとあの、なんていうんですかね、保存食とかっていうのをご紹介したいなと思ってやってきました。それでは早速行ってみましょう。レッツゴー。で、ここすっごいのパスタ、めっちゃ安いんですけど、これ1キロ65セント、なんだろう、70円とか80円ぐらいですね。これペンね、すっごいすごいね、これ。最近ね、バリーラのね、色が変わった、こんな感じになりましたね。めちゃくちゃいっぱいあります。パスタの種類だけでも楽しいですね。まあ、これ蝶々って言われてるやつ、ファレパスタ、美味しいの。みんなこういうのも買ったりとかしてると思います。私がおすすめなのはトディスで、これ、まあ、200円ぐらいするんですけど、1キロのお米、その名も寿司、これ美味しいと思います。はい、ドライトマトのオリーブ漬け、これ100円ぐらい。これはパスタとかに入れたりとかして結構、保存食になると思います。これはナスのオイル漬け、これはなんて言うんですかね、ペペローニ、日本語でなんて言うんだろう、パプリカ、パプリカのオイル漬けとかいろいろあります。これは、これは、ご飯に混ぜて食べるだけ、ケッパーとかちっちゃい玉ねぎとかオリーブとか人参、きゅうり、コーンの、まあ、酢漬けみたいな感じになります。これはご飯に混ぜるだけです。これは甘い、お菓子コーナー、この間見つけたんですけど、これ、ビスケット1キロで120円くらいです。これすごくないですかね、びっくりしちゃった。皆さんなんか甘いの好きだと思うんですけど、これチョコレートが入ったクッキ ー、これちょっと高いですね、200円ぐらい。まあ私にしてみればですけどね。これちょっと赤い札オフェルタ、安売りしてますけど100円くらいですね。うん、安い、めっちゃ安い。あ、こういうふわふわしたパンとか、おマフィンとかありますね。これ美味しそう。新しい、伸びたって新しいやつなんですよ。新商品、200円、マフィン。これはラズベリーかなとチョコレート、と、まあ、チョコレートの生地という感じです。で、まあ、保存食っていうか、まあ、ここら辺は本当に甘いものが多いんですけど、ビスケットですね、こんな感じで売ってあります。これはチェリーの、タルト、それから私これはあのおすすめなんですけど、まあ、あの何て言うんですかね、チェリーなんですけど、野生のチェリーのビッショレっていう、まあ、ちょっと多分野生のチェリーって言った方がいいと思うんですけど、それのトルタルト、めちゃめちゃ美味しいんですよ。これコーヒーとかに入れてあのつけて食べるやつですね。トッツェッティってやつ、なんかチョコレートが入ってたりとかアーモンドが入ってたりとか、まああのこれはナッツかな、そうそう、あのノチョーレ、ノチョーレってなんて言うんだろう日本語で、ヌテラとかもこれですよね、ノチョーレのトッツェッティ、これほらティラミスに入れるやつですよ、サボイアールディって言って、あのサルデニアのお菓子、まああの生地ですね、
ティラミスに使う生地、これめっちゃ高い、200円くらいだけど、この間見つけたのはこれ100円120円くらいで、こんだけ入ってるんですよ。 400g 入ってる、これ100円くらい。これあのティラミスにするのにいいですね。で、我々がお好み焼きを使うときにはこのなんていうんですかね、じゃがいものでんぷんみたいなのを使います。これ80円とか85円くらいなんですけど、これで、小麦粉とこの、じゃがいものでんぷんっていうのかな、これを混ぜて、なんだっけ、お好み焼き作るんです。これが美味しいの。これはあのローズマリーとオリーブが入ったクラッカー、これ70円くらいです。で、これはちょっと高いんですけど、ご飯のクラッカーみたいなやつで、保存食としてなんていうんですか、これピアディーナっていうんですけど、これが今80円くらい、69セントで売ってます。これもすごいの。これはパンを、まあ、あのこれは前回私があの動画で出したあの、プレセッレっていうんですけど、これをちょっと水にこう戻してトマトとかバジルとか上に乗せて、食べるといいですよね。これすごい保存食になると思います。はい、ここコーヒーのコーナーなんですけど、ちょっと皆さんに馴染みのないものをちょっとご案内します。これオルゾ麦のコーヒーです。これね、ちょっとね、麦のコーヒーなんで、すごくね、馴染みのある味、あーなんかいい感じっていう感じします。これ135円くらいね。これね、なんか麦茶にもなるとかいう人がいた。これいいですよ。これあの胃にも優しい、麦コーヒーです。で、麦とコーヒーが混ざってる粉のコーヒーもありますね。これ缶詰コーナーですね。なぜか醤油があるんですよ。キッコーマン300円くらいする、高っね。タバスコとかもありますけど、これはあのなんだっけ、歯磨き粉みたいにしてチューブに入ってるやつ、中華のやつね。で、私がちょっとねおすすめしたいのはこれです。じゃじゃん、サバ缶。これサバ缶は何グラム入ってるんだろうな、425って書いてあるかな。これ見てください。これ多分あの170円ぐらいなんですよ。これであの私は味噌と生姜で煮たりします、まあね、ちっちゃいアサリの、あの瓶詰めだとか、こういうアンチョビっていうんですかね、日本でこういう瓶詰めだったりとか。これはちょっと高いですね、350円、まあ安い方だと思うんですけど、これ150円あります。これ結構ねイタリア人好きなんですよ。これね、ピーチのジュースなんですよ。これはレモンのジュース、夏にねすごい、まあ子供たちがね飲むんです。こういうのが、これ結構すごい好かれます、こういうの。私はあのピーチのピーチティーなんですけど、めちゃめちゃ甘いんですけど、めっちゃ美味しいの、最近これグリーンティーっていうのが出たけど、まあ、我々日本人からしたらめっちゃ甘いからおすすめしません。こんな感じです。これはなんだっけ、グレープフルーツとレモン、これレモンなんですよ。いやそうそう、これねイタリアにしかないキノットっていうちょっと苦味のあるコカ・コーラみたいな飲み物なんですけど、これは柑橘類の根からなんかこう取ってるっていう、本当はねオリジナルのがあるんですけど、まあここは安いあのスーパーなんで、このメーカーじゃないやつが置いてありますね。これねイタリアに来た時飲んでみてください。まあコカコーラ、まあ、イタリアのコカコーラだと思って飲んでみてください。最後にちょっとこれファンタ
うちの同僚のイタリア人がね、ファンタはね、もともとね、イタリアの飲み物だったって言ってる人がいるんですよ。ちょっと私わかんないんですけど、誰かご存知の方いたら教えてください。ああ、そうそう、これほんと最後イタリアね、あ、これ最近ザクロジュースが流行ってるんですね。で、あとすごいのはこれミントの、なんていうんですかね、まあ、濃厚なリキュールなんです。リキュールじゃなくてなんだっけ、シロップなんですよ。で、これと牛乳もしくは豆乳を混ぜて氷入れて夏は飲むんです。これめちゃくちゃね、すっきりして美味しいの。もしご自宅の近くにね、こういうのあったら飲んでみてください。美味しいよ、はあ、サンブーコっていうシロップも出てきたんだ、すごいね。あ、これも最後の最後、これ重曹です。これね、重曹にレモン、重曹のレモン味なんですけど、胃がね弱った時に水にこれを、ナチュラルな水にこれをまあ1さじぐらい入れて、小さじ1さじぐらい入れて混ぜて飲むんですよ。そしたら本当にね、あの胃がね、痛いのが治ります。重曹は冷蔵庫の、こういうのね、粉のやつは冷蔵庫の中に入れて、匂い消ししたりしますので、まあ、あのご家庭でも、もしね近くに重曹があるっていう方は試してみてください。これ、500g で75セントだから80円とか85円ぐらい。これは飲むやつなんで150円くらいですね。こんな感じです。いかがでしょう、いかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったら高評価、それからいいねボタンを押してください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあそれではまたね、バイバイ。